はい、どうもみなさん、こんにちは。スターリーのコーノゲントです。今回扱うのは、この弘前大学の数列の問題。このね、問題の中に、数列において重要な考え方、そして注意しなきゃいけないことがギュッと詰まってるんですね。ということで、しっかりとマスターして、数列を得点源にしていきましょう。それでは問題。数列 AN において、この式が成り立っている。カッコ1番、AN を N の式で表せ。で、カッコ2が、AK の K が1から N までのシグマを求めようと。 こういう問題ね。この問題のポイントは、こいつをどう扱ってあげるかということ。こんな形の全化式、見たことないよね。汚いなーっていう感じ。じゃあこれをね、見て、どういうふうに分析していくかっていうことなんだけど、パッと見て、真っ先にね、目に入るのは、シグマだよね。シグマ。まあ、こういうね、シグマが含むものの数列っていうのはもうね、解放ワンパターンだけ。これが、ずらして引くと。 これをしっかりと理解しておきましょう。まあ、これね、参考書ではよく SN を含む全化式っていうものがあるよね。こいつっていうものは、まあ、SN から SN マイナス1。まあもちろん SN プラス1引く SN でもいいんだけど、とにかくずらして AN になると。まあこういった発想を使うっていうのはもう教科書の基本レベル。だけど、このね、背景には別に SN だからこれをするっていうわけじゃなくて、たくさん足されてるから。 こいつがシグマはだから、こういう形で表されるからずらして引くことによって1個だけ残るという話があるわけだね。ということは、この発想ずらして引くっていうのは SN を含むじゃなくてシグマを含むと。こういう風に言い換えることができるわけ。ということで、この問題もずらして引いてあげましょう。ということで、この問題もずらして引いてあげましょう。まあ、これ、シグマ。 k イコール1の n このマイナス k 乗 k カッコ k プラス1 a k イコール2カッコ n プラス4分の1の2乗に対してこれ n をね1個減らしてあげるね k イコール1 n マイナス1と n マイナス1まで足してあげるよとその時ここの部分は、ね、k、えー、この n に n マイナス1を代入するわけだから n 引く1足す4分の1で n ひく4分の3の2乗という風うになるわけ。ね。これは n に n-1 を代入と。もう一個注意しなきゃいけないことがあるんですね。それが、これまあ n-1 っていうものを考えてるわけでしょ。n-1 を考えてる時点で n は絶対2乗じゃなきゃいけないわけ。ね。これは n イコール1以上のね、式について成り立っているっていうね、前提があるわけでね。 k イコール1から n までしまでしすよっていうふうに言われてるわけだから。とすると、ね、n-1 マイナスっていうものが出現して、このシグマの部分に n-1 マイナスっていうのは出てくるわけだから、絶対に n が2以上じゃなきゃいけないわけ。これは数列においてしょっちゅう出てくるよね。例えば、解釈型ね、an プラス1イコール an プラス fn っていうものを解きたいよっていうふうになったとき、an っていうものを a1 プラス ね、k が1から n-1 マイまで、ま fk というふうに求めてあげるんだけど、ね、ここに n-1 マイナスっていうものが出てきてるわけでしょ。これより、まあ n はね、2以上じゃなきゃいけない。この条件のもとで、これを解いてあげて、最後に n イコール1が成り立ってるかどうかってことを確認するわけでしょ。ということで、今回の場合も、n が2以上の場合、この式が成り立ってるっていうことは言えるわけ。 これにね、注意しなきゃいけない。n-1 が出てきたら、あ、これ n が2以上っていう条件がね、出てくるんじゃないかなってことを常に疑いましょう。じゃあ、ね、n が2以上の条件の持って上、上引く下をしてあげる。そうすると、左辺の方は、こいつ、こいつを k が1から n-1 まで足したものを、k が1から n まで足したものっていうものをね、引いてあげるわけなので、 結局、n 番目だけが残るんでしょ ?1 から n-1 を1から n までのものから引くわけだから、結局、この n の部分だけが残ると。よって、こいつに n を代入したもの、5のマイナス n 乗 n、n、かっこ n プラス1の an、イコール、ここ2 2、2の n プラス4分の1の2乗引く、2の n マイナス4分の3の2乗。まあこれ計算するだけだからね、展開して計算してあげると、 4n-1 マイナスといううになる。よって、an イコール、まあ、n カッコ n プラス一で割って、五の n 乗をね、かければいいから、n カッコ n プラス1、5の n 乗、n マイ 4n-1 というふうになる。でも、注意しなきゃいけないことは、n が2以上の時でよね。よろしいかななので、ちゃんと n イコール1の時っていうのを別に考えなきゃいけない。n イコール1の時、ここにね、一を代入しましょう。 この元の式に一を代入する。ま、あ sn のときも一緒だよね。sn のときは、s1 イコール a1 っていうものを利用して、H、a1 初項を求めていくと。ま、あそういった話があると思うんですけど、ここも n イコール1を代入と。そうすると、まあ、k イコール一から1まで足すわけだから、結局ここ一を代入するだけでね。五のマイナス1乗。だから5分の1かけ2一かけに a1 イコール二括弧一1プラス4分の1の2乗。 これを計算してあげて、a1 イコール16分の125というふうになるね。で、ここにね、n イコール1を代入してあげると、これ16分の125にならないのね。ということで、この問題、括弧1の答えは、a1 が16分の125。で、n が2以上のとき、an イコール n カッコ n プラス1、5の n 乗カッコ 4n マイナス1というふうになるわけです。 ま、しっかりね、n が2以上の時っていうことに注意しなきゃいけない。で、これ、シグマはシグマはっていうところがずらして引くのところの本質などと。別に sn っていうものは関係なくて、まあ、シグマを見たからずらして引くんだっていうことをしっかりと押さえて、この問題解けるようにしておいてください。じゃあ、カッコ2番。このシグマはを求めてくださいねと。a1 が16分の125。だから、ま、これね。 n が2以上の場合と1以下の場合で倍分けすると思うんだけど n イコール1の時ここねまあ sn っていうふうにしてあげましょう sn は16分の125でしょじゃあ n が2以上の時この時に sn っていうものは16分の125これにこいつをね2から足してあげると16分の125これが n が1の時プラス k が2から n のとき。この範囲でこいつを足してあげる。まあ、こいつに k を代入したら k かっこ k、k カッコ k プラス1、5の形状、カッ 4k マイナス1と。こういうふうになるわけね。じゃあ、ここでね、このシグマをどう求めるのっていう話。どう求めるので、ここでね、またパターンがあるわけ。 k 過去 k プラス1分の5の形状 4k マイナス1。もうこんなんね、求められないでしょ。絶対やっちゃダメなのが、分母のシグマ和と分子のシグマ和に分けてあげる。こんなん絶対ダメね。これは絶対ダメ。a 分の b で、シグマ、a 分のシグマ、b みたいな感じで分解するのは絶対ダメ。もうね、よくやりがちなミスなんだけど、絶対やっちゃダメ。ということで、まあ今回の問題の場合、うんこっから先どうやるんだろうっていう風うに止まっちゃう。 でももうワンパターン。はい。これ。分母が2次以上でしょ分母が2次以上のシグマは、これはもうね、部分分数分解。まあ、一部部分分数分解してあげて、fk プラス1、マイナス fk の形を作ると。もうこれにね、必ず帰着されるのね。絶対これ。どういうことか。まあ、例えばね、k イコール1から n で、 k カッコ k プラス1まあこれ超定番も題でしょこれのねシグマ和を求めていきたいっていう風になった場合こいつを部分分数分解してあげて k 分の1マイナス k プラス1分の1という風にするんだねこうすることによってまあ fk と fk プラス1の差になってるわけだからどん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 消えていくわけ1分の1引く2分の1足す2分の1引く3分の1とこんな感じでどん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  消えていくセットっていうものが作れるんだよね。まあ、最終的に1分の1引く n プラス1分の1だけが残るので、n プラス1分の n というふうに求めることができる。で、さっきね、部分分数分解。まあ、カッコ一部部分分数分解っていうふうに言い直したのはなぜかというと、例えばね、k イコール 1n で、k カッ k プラス1、カッ k プラス2分の1っていう形だったとして、 これ、部分分数分解って言ったら、k 分の a と、k プラス1分の b と、k プラス2分の c と。これに分解してあげるわけだよね。でも別にね、こういう風うに分解することが目的ではなくてね。目的は、fk プラス1引く fk。あるいは F k、fk マイナス fk プラス1。この形にすることがゴールなわけ。そうすると、今回の場合は、k カッコ k プラス1分の1引く k プラス1、k プラス2分の1。 これを考えてあげて、まあ、通分するとね、分子が2になるわけだから、2分の1倍と。こいつを、k イコール1から l まで足していくことによって、まあここ、ここに fk。ここに fk プラス1が出てくる。よって、どん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 消えてってくれるわけね。まあ、こんな感じで求めていく。じゃあ、同じように、今回の場合、kk プラス1分の5の形状 4k マイナス1。こいつを、どうにかして、部分分数分解できないかな、っていうふうに考えていくわけ。 まあ今回ね、kk プラス1なわけだから、当然、k 分の何とかと k、k プラス1分の何とか、まあ k、k プラス1分の何とかと、k 分の何とかで引くと。まあ、こういう形になるはずなわけなんだけど、5の形状か、4k マイナス1。こいつを、この形にしていきたい。で、まあ、当然、全体として F k、fk プラス1と、fk ね。で、まあ、これね、こういう形って本当にあるのっていうふうに聞かれたら、もしかしたらないかもしれないの。 でも、なかったら解けないわけなんですね。何が言いたいかというと、これ問題として与えられてる時点で、絶対にこの形にできるはずなわけ。このね、世の中で適当にこういう形のね、えー、数式っていうものを作った場合、じゃあそのシグマはって求められますかって聞かれたら、いや、そうとは限らない。だってこういう形にできないかもしれないから。でも、 こういうふうに入試問題で出てる以上は、絶対に分解できる。そこはね、もう安心してほしいわけ。そうすると、まあ、あとはね、なんとなくパズルで、この五の形状っていうのがあるから、こいつをね、活かしていきたいな、っていうことがね、想像つくでしょ。そうすると、まあ、FK の方に、一旦五の形状っていうのを入れてみよう。そしたら、こっちの方は5の K プラス一よになると。で、まあ、わかんないけど、 一旦これを計算してみて、どうなるかっていうのを見てみる。で、もしね、うまくいかなかったら、またなんかごちゃごちゃ足していけばいいわけで、あ、一旦これ計算してみようかなーっていうふうに思うわけね。そうすると、これ計算すると、k 括弧こ k プラス1と5の形状はくくれるね。5の形状はくくれる。5の形状でくくると、ここは5になって、5の形状でくると5、ここは1になるね。5倍の k、5k マイナス k プラス1。だから k、k マイナス1。 っていう風うになって、ちゃんと K、K 画去 K プラス1分の5の形状を 4K マイナス1という風になるわけ。ということで、これでうまくいくといいなぁと思ったものが、案の定うまくいきましたよっていう風になるわけね。よろしいかな。でも、これね、偶然じゃなくて必然なわけね。だって問題として出てるわけだから、こういう風になってもらわなきゃ困るわけ。まあ、以上より、N が2以上の時、SN ね、SN っていうのは、 さっきのね、もう一回書くと、16分の125、プラス、K が2から N まで。で、このね、シグマの中っていうのが、こういう風うに分解できたわけでしょ ?K プラス1分の5の K プラス1乗、マイナス、K 分の5の K 乗と。よって、16分の125、プラス、ここね、2を代入したら、3分の5の3乗、マイナス、2分の5の2乗、プラス、まあ、こんな感じでね、どんどん出てくるわけなんだけど、 ま、結局、ほとんど消えてくれるわけね。で、最終的には n、n プラス1分の5の n プラス1乗、マイナス n 分の5の n 乗と。まあ、こういうふうになって、この3分の5の3乗と、4分の5の4乗と、どんどん消えてって、最終的に残るのは、こことここだけね。だから、16分の125、引く2分の25、プラス n プラス1分の5の n プラス1乗、これ計算して n、n プラス1分の5の n プラス1乗、 マイナス16分の75という風になるわけね。よろしいかなで、忘れちゃいけないのが、今ね、n が2以上の時でしょこれ、n イコール1の時も、まあ、代入するとね、16分の125になってくれるね。時も正しいという風に言える。よって答えは、sn っていうのはこれという風に答えが出るわけです。よろしいですかねあこんな感じで、この問題のね、面白いところっていうのはすごくたくさんあって、まずは何より、 シグマね。シグマがあるからずらして引くんだ。っていうことをしっかりと押さえててください。で、その上で N-1。N-1、ね、っていうものを作って引いてあげるわけなんだけど、その過程で N-1 が出てきた時点で、絶対に2以上に限定されるわけ。だから N イコール1の場合は別で考えなきゃいけないわけね。実際今回の場合は、このね、式の中に N イコール1の場合は含まれないと。で、シグマの方は、問題ね、こいつのシグマは、 なんだけど、パターンとして、分母が2以上の場合は、絶対に fk プラス1、マイナス fk の形になるんだと。こういう形に部分分数分解をして作ってあげるんだっていうことを押さえといてもらえれば、あとね、この5の形状っていうものを見ながら、こうなってほしいな、てかむしろこうなってもらわないと解けないんだけど。 ね。そういう意識を持って実際に式変形したら、ああ、うまくいったな。ということで、どん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 ずらして引いて、たくさん消えてくれるので、答えが出てくると。で、最後、n イコール1の時の確認も忘れないでと。もう本当にね、数列の重要な考え方っていうのがギュッと詰まってますよね。この問題に入ってるね、重要な考え方をしっかりとマスターして、数列を得点源にしてもらえたら嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。